焚き火好きを公言するキャンパーは数多くいるが、40年以上焚き火を愛し、20年近くもの長きにわたり焚き火台を開発し続けた男がそこにいた。アウトドアブランド小図、両親とともに OA スチール家具などの板金加工を行う昭和プレスを営んでいたが、突然2008年のリーマンショックで廃業寸前に襲われた。プロジェクト普段何気なく使っているキャンプギア、しかしあなたの手元に来るまでは一言では語りきれない数多くのドラマがあった。ショーズが立ち上がる前からずっと図面通りに物を作っていたから、ブランドを持ちたい夢はあったけど、日々が忙しいから夢のままで終わっていたんだ。そんな中、2008年にリーマンショックが訪れ、月1000万あった売り上げが200万に激減。さらに毎月の固定費がおよそ500万なので300万ぐらいの赤字だった。税理士からは上手な自己破産の仕方を教えますと勧められたほど、父親である会長や家族全員が心配する中、高久はどうせ潰れるなら俺に自社製品を作らせてくれと、ショーズブランドを立ち上げた。好きなことをやってただけだけど、それでやらざるを得なくなっただけど、だってもう仕事ないじゃん。あのまま行ってたら、だからあのまま諦めて自己破産してたら、全部今のあっちの本社もみんな取られて終わりだった。で、悪あがきしたら、なんか、たまたまなんか、うまくいっちゃったって。しょうがないんだよね、だって、ね。潰れちゃうの。しかし、発売してから半年間は全く売れなかった。小学生の時、山好きの父に連れられて行った奥多摩で、バンガロー脇の石積みの炉で料理をしたのが最初の焚き火体験。90年代半ばまで焚き火台はなく、焚き火といえば直火。スノーピークが焚き火台を発表して以来、少しずつ焚き火台が広まっていった。プロジェクト。初めて使うキャンプ道具、初めて行くキャンプ場、新しい出会い、新しい出来事。ショーズの薪ストーブ、目を閉じたくなるようなぬくもり。あっという間に時間が過ぎていく。
いつまでもこの時間が過ぎなければいいと思い出を作る。ショーズは新たな楽しいキャンプライフを応援します。さあ楽しもう。ショーズは次のステージへ。プロジェクト、ここで立ち上がった高久翔一が一か八かの賭けに出た。販売第1号コンパクト焚き火グリルちびぴくん。折りたためて長板や溶接を一切使わず、組み立てにネジや工具も不要という点が特徴で、高さ24センチ、重さ約 1.3 キロで焚き火をするにはちょうどいい、そんな作りになっている。家業は板金工場。端材で自分が使いたい道具を使ってはキャンプ地に赴いて、この経験があるからだろう。ショーズの焚き火台はローインパクトと蛍光性が第一。その上で誰もがちょうどいい火を楽しめるように燃焼効率にもこだわっている。高久翔一の頭の中には数多くの構造が詰まっており、綿密な設計図で一発で決めるというよりは、試作を重ねてより良いものを探る方式。特許である留め金もないピタッと止まる前開き扉も試作を重ねて得た機構だ。もうね、悪あがきした方がいいんだよ。元々はね、ビーロック君がね、うん、一人歩きをしちゃっただけなんで、そう、なんかキャンプ場で隣の人が使ってたとか、そういう口コミがどんどん広がって、うん、もう笑うっつのはなんだ、うん、みたいよ。コマーシャルとかそういう、お金ないんだから、ね、うん、お金ないからさ、うん、とりあえずブログ、当時はブログしかなかったしね、うん、ブログを毎日毎日書いて、工場の中で火燃やして、火燃やして、まあ、ここではやったことない、向こうの工場で、ここは2020年にここに引っ越してからは、ねえ、なんとか、そう、ね、もう向こうはもう50。ソロキャンプに幅はいらない、そう気づいて横に伸ばした通称さんまくん。ヒット作はバイク乗りからの支持が高い B6 くん。これを2台横並びにしたのが B6 デュオ。 B6 くんとは違って長い薪が入る、さんまを切らずに焼けるのだ。それに B6 オプションを2つ置けるので、缶グリルとグリルプレートをセットにすればより多様性が広がる。 A4 の99g、 軽いじゃん。スモールチタンで、うん、ウルトラライト系でこれ、よし、100g 切るやつを作ろうって言って、だいたい 100g かな。これはね、韓国の人が好き。韓国じゃない、香港の。香港の人が随分買ってったの。好きなのが一応食感。日本で売れなかった。試作の山から製品化されるのはごくわずか。鉄板一つを取ってもスタッキングできるサイズにするだけではダメ。乗せた時にずれ落ちないようにいろいろな工夫を試し、最適解を導き出している。試作の山こんなに増やしてと叱られるそうだが、これは譲れない。好きなものを作って、始めたのが勝負したから、よかったね。たまたまうまくいったから、これダメだったら首が、そうしなきゃ、今会えなきゃマジでやばかったね。やばかったね。でもそこで諦めたら終わりだし、うん、その時、まあ、その時ね、うちの、まあ、親父はもう、今亡くなっちゃったけど、その誰ももらってたし、電気ももらってたし、あそこをとりあえず売っちゃえば借金も返しね。ここはいいけど、いや、そこはいいけど、俺は俺はどうするんだよ。付き合ってくれたからね、しょうがねえな。どうだった、
聞こえなかったらどうしてたの。キャンプ嫌いじゃないから、ホームレスになってもきっと生きてはいけたんだろうけど。小さな製造業はそれぞれの得意分野を伸ばしていくべきで、うちはできないけどあそこではできるよと連携し合える関係が理想だと思っている。目下の夢は焚き火のグリルといえばショーズだよねと言われるようメーカーに成長させること。